こんにちは。出かけてたの。出かけてて、で帰ってきて、それもう異常に眠すぎて、なんか3時間ぐらいね、昼寝してたの。イェイ。そういえば髪色変えた。こんなんで髪色変えたっていうやついるみたいな。今日何するかっていうと、メイク落としたいんですね。メイク落としたいかメイク落としていくよっていう動画でーす。クソつまんねえ。クソつまんなくて笑った。クソ。でもおしっこ来たから一回おしっこ行ってくんね。やっぱ YouTuber だからトイレにも携帯持ってくよね。できる女でーす。ちょっとでも動画長くしたいっていう気持ちでトイレまで携帯持ってきてまーす。はい、お尻拭きまーす。もう最悪じゃないこういう女。脱いでそのまま。ズボンも。もうアートだもん、もはや。脱いだそのままの形だもん。もはやアートだし、これ。私ってできる女だわ。今回の髪色とっても可愛いでしょ。これブリーチ1回しかしてないのにこんな色入った。これは、ピンクベージュ。ピンクベージュって色を入れてもらいました。なんかさ、メイクしたまま寝るの私本当に嫌いなんだけど、もう本当に眠すぎて。しかも今ね、何時だと思う ?6 時だよ。めっちゃ真夜中だと思われてるかもしんないんだけど、めちゃめちゃまだまだ、今から働きますって人もいるであろうっていうぐらいの時間だからね、ちなみに。なんかさ、最近私の悩みがあってさ、悩み?イラついてることがあるんだけどさ。なんかさ、最近はさ、やっぱさ、何?マスクをしないといけない時代なわけじゃん。マスクしてるとみんなイケメンに見えんの?あれなんなん?あれ。日本人で目元だけだとなんかあんなにみんなイケメンになるんだね。なんか今、気づいた。このマスクのこのコロナ期間で人間マスクすればみんなイケメンに見えるしみんな可愛く見えると。だからさ、なおさらさ、周りにも思われてるわけじゃん。あいつはマスク外したらブスな可能性9割みたいなさ、周りから言われてるかもしれないわけじゃん。私この前さ、なんか焼肉行ったので、なんかやからみたいなやつらがいたのよ。やから、なんかなんていうの、なんか私が嫌いなタイプの人間たちがいて、マンジーみたいな感じの、なんかちょっと高い焼肉だったんだけど、え、ここ来ると思ったんだけど、まあまあまあ、それはまあ、どうでもよくて、ねえ、なんか、最悪と思って、で、マスクしてたの。それで、話してるのね、あ、待って、あの子可愛いかも、みたいな。もう聞こえてんので、うわ、最悪だ、マスク取りづらと思って、で、マスク取るとさ、もうこんなんだからさ、最悪と思って、え、待って、もうあいつマスク取ったらブスな可能性あるから、まだ様子見よう、みたいなことも言ってんの。聞こえてっから、こっち。あ、お前のためにマスクしてねえし、もうめちゃめちゃ取りづらいし、マスク。最悪と思って。もう、メニュー、普通さ、席着いたらさ、マスク取るじゃん。もうマスク取れなくて、気まずすぎて。どうしようどうしよう、マスク取る時間、あ、マスク取るタイミング失ったと思って、で、ちょっとメニュー見ながらもう全然取れなくて、なんかずっとこっちを伺ってるのね、あいつらが。もう最悪こっち見んなよと思って。で、それでもう、いざ食べ物が来ました、肉が届きましたって言ってさ、もうマスク取らないといけないわけじゃん。それでさ、もう最悪と思ってさ、そいつらもさ、あやのマスクを取るのをさ、ずっと待ってるわけ。もう最悪と思って、まあ取るじゃん。そしたら、薬やってそうな顔してるって言われた。はぁ?はぁ?薬やってそうな顔してるって言われたんですけど、これ結構ガチな話ね。え、薬やってそうな顔してるみたいに言われて、一回喧嘩する?一回喧嘩すると思ったよ。正直。でも、すごいなんか怖そうな、なんか、感じだったかも。全くもう本当に陰キャのように肉食ったけど、その日は本当最悪だった。とか逆もあるじゃん。なんかさ、こっちがイケメンだと思ってたのに、あれ口元ちょっと馬っぽくねみたいな人いんじゃん。あ、ちょっと馬ついてるねみたいな、ちょっと馬ってるよねみたいな感じとかさ、私さ、もうめちゃめちゃ口がめちゃめちゃもうもはやないみたいなぐらい本当に薄い唇だったりさ、逆にもさ、もう私みたいにさ、こんなたらこだったりさ、なんかさ、人口元で決まるんだなと思った。口と鼻のバランスっていうかで、人は可愛い可愛くないって決まってるんだなって思った。それは本当に、だってさ、有名人とかってさ、目隠して口元だけでも可愛いわけじゃん。普通さ、こう目隠したらみんなブスだからね、口元ここだけだったら。でも芸能人の人とかってやっぱそうだ、そういうことだと思う。すごいね。はあ、人間 不平等だわ本当に。なんかさ、この前さ、渋谷歩いてたので、それでさ、中学のなんか見たことある顔だなと思ったら、中学の時のなんか中1ぐらいの時に一緒のクラスになった人がいたのね。で、それ分かんない、中1か忘れたけど、で、それで、あ、なんかどっかで見たことあると思って、あの人だって思って思い出したので、そのでそいつ別に多分普通に話すような仲の人だったと思うんだけど、その時代はね、普通の人だったのに、なんか、めちゃめちゃイキり始めてて、なんか、今から相席屋行くとか言ってんの。あ
そう感じになっちゃったのと思って。やっぱさ、男ってさ、生きりたい時期ってあるじゃん。わかるよ。私も中二の時めちゃめちゃ中二病だったもん。先生に反抗してればかっこいいと思ってた。それがあんた今19、二十歳に手前で来ちゃったのと思って。内席屋行ったって、かっこいいと思われないよと思っちゃって。うん。すいません。以上です。ほんと性格悪くてびっくりみたいなね。こういうやつ、こういう女がいるからね、ほんとね。怖いよね。はぁ、楽しいことしたいな。そろそろ楽しいことしたくない？なんか。いつまでコロナに追われて生きる人生を送んないといけないのって感じ。ほんとに。なんか旅行行きたいんだよね、旅行。国内でもいいから。温泉旅行とかさ、なんかしたいんですけど。今日、お昼ご飯オムライス食べたからオムライスの味がしたいの。もう一回オムライスの味わらせてくれてありがとう。初めてゲップに感謝しました。あ、眉毛脱色しようと思ってたんだ。今日絶対する。眉毛脱色する。眉毛脱色するシュル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 。髪色可愛くねってか。やばい、最近 TikTok 出してないな。 TikTok 出さないと。そろそろね、出そうとは思ってる。最近の TikTok が分かんないんだよね。もうなんかさ、最近の TikTok ってさ、もはやさ、音源に合わせてさ、ダンスするみたいなやつあんま流れてこなくない？なんかみんなモノマネしてたりさ、なんかさ、ドッキリ仕掛けてみたい。なんかもう、なんか、超短い、1分以内の YouTube みたいになってない？わかる？もはや TikTok でも企画考えないといけないみたいな感じになってるよね。だから上げづらいんだよね。しかも私のなんか、TikTok 回ってくるの、ほんとそういうのが多い。なんか、外国人か、なんか日本のなんか、モノマネやってる、モノマネっていうかなんかそういう系しか流れてこない。あったあったあった。今日のね、パジャマ買ったの。ホリスター、かわいいでしょ。ズボンもホリスター。なんかホリスターのスタッフってめちゃめちゃイケメンいっぱいいるのね。それで今日めっちゃね、あのホリスターのイケメンいるかなと思ってすごい楽しみに行ったの。そしたらめちゃめちゃ可愛い女の子たちしかいなくて気まずかった。普通にホリスターで働いてる人たちってさ、もういかにもさ、外国人と付き合いますみたいなさ、女の子たち しかいなくない？わかる？なんかもうケツブリーンってしてて、前髪こうかき上げで、眉毛も超凛々しくて、いらっしゃいませみたいな、いらっしゃいませぐらいの、なんかいらっしゃいませとかじゃなくて、いらっしゃいませ、あ、こちら人気ですよみたいな、なんかもうサワサワ系女子みたいな子が多くて、私ホリスターで働きたいと思ってたんだけど、イケメンたくさんいたから、あ、こんな可愛い子の中にいられないと思って、あの諦めました。私の夢失敗。まだ眠いんだけど、どうすればいい？最近なんかめちゃめちゃ眠くなんだよね。歳かな？歳だよね、絶対これ。なんかみんな言ってるもんな、二十歳過ぎた時からちょっと体の変化が感じるみたいな、なんかシワとかできたりみたいな。二十歳で感じたらやばいんで、普通に。二十歳ってこれからよ、まだまだ。20年しか生きてないのに生意気言うなよって感じですよね。すいません。あー。夜ご飯何食べようかな。なんか最近食欲やばいんだよね。どうすればいい？めちゃめちゃ食ってる気がするんだけど。今日もあれ食べたし、31ダブルのやつ食べたし、オムライス食べたし。やば。はぁ。人間ってさ、思ったんだよね。今日うんこしながら思ったんだけどさ、人間ってさ、食べるのに出すじゃん、どうせ。意味わかんなくない？なんか。食べるのに出しちゃうんだみたいな。すごいよね、人間の体って。人間の体ってすごいねっていう今日は動画でした。皆さんありがとうございました。このチャンネルが良かったと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン絶対に押さないでください。それでは終わります。バイバーイ。顔でかっ、てか嘘。